またもや海上自衛隊がシードラゴン2024で優勝したね。海自 P1 哨戒機部隊が異例の優勝2連覇達成を成し遂げたことになるな。今回はそんな海自の P1 哨戒機の売り出しが決定した件と、それに伴う国連の反応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年1月24日、米海軍が年に1回開催している、固定翼哨戒機による多国間共同対戦訓練シードラゴン2024に参加していた海上自衛隊の P1 哨戒機を運用する、対戦哨戒部隊が対戦哨戒任務の技量において、2年連続で第1位となる快挙を達成したよ。このシードラゴンとは固定翼対戦哨戒機部隊によって実施される多国間における共同訓練として、2019年から米海軍が主催して年1回グアムのアンダーセン基地を拠点に開催されているね。そこでアジア太平洋地域の西側同盟国の海軍及び空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が集結し、主に対戦水艦船アンチサブマラインウォーフェア ASW の訓練などが実施されるんだ。この ASW 訓練では米海軍の原子力潜水艦が仮標的とされ、その探知から追跡を行って攻撃するまでの対処に関して、集まった各国の哨戒機部隊がそれぞれ270時間以上の飛行時間を費やして訓練演習が実施されるというものだな。ASW 訓練の公開されている内容としては、対戦哨戒機が上空から投下したその部位を用いて目標潜水艦を探知した後、追跡しつつ解析を行いながら最終的には爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するという想定となっているぜ。それらの戦技を競うためにポイント化し、総合的に評価した上で訓練期間を通じて最高得点を獲得した国の、哨戒部隊が最優秀部隊として表彰されるわけだが、そのチャンピオンの証としてドラゴンベルトが対象チームに授与されるってわけだ。またシードラゴンでは ASW を実践する訓練演習の他に、座学の時間も設定されていて、各国から参加しているパイロットや飛行士たちが、それぞれの所属部隊における ASW 実施計画や、運用している固定翼機の性能やその部位などの性能を披露し合いながら、実際の運用や戦術についてのディスカッションなども行っているみたい。要するに参加する各国の哨戒機部隊は、単に競技として競い合うだけでなく、同じ任務に就く対戦哨戒部隊同士の間において友好を深めることも目的とされており、訓練時間以外の自由時間においても各国のクルーたちは積極的に他国のクルーとの間で、敵国の対戦哨戒や偵察業務についての情報交換などを行っており、そのことが信頼を深めつつ技量向上にもつながっているぜ。今回実施されたシードラゴン2004も例年通りで米海軍主催のもと、イギリス、フランス、カナダ、インド、韓国、そして日本の7カ国が参加して対戦哨戒の技量を競い合い、2024年1月8日から24日にかけて実施され、昨年のシードラゴン2023に参加して第1位を獲得した鹿児島県にある鹿屋基地所属の、第1航空隊第11飛行隊に続いて、神奈川県にある厚木基地所属の、第3航空隊第31飛行隊が参加して2年連続の第1位を獲得したよ。厚木基地からは訓練のために P1 哨戒機1機と約40名の隊員を派遣し、今回の優勝に伴って同航空隊には最優秀哨戒部隊の称号として、ドラゴンベルトと呼ばれるチャンピオンベルトが授与されたんだ。固定翼哨戒機として2連覇を成し遂げた海自が運用する P1 哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業による共同開発で誕生したターボファンエンジン4機の固定翼対戦哨戒機であり、それまで海自が長期にわたって運用していたターボロック式の P3C 哨戒機の後継機として開発され、2013年3月に運用開始以降、2021年までに42機が配備されていて、最終的には70機を調達する予定だね。P1 哨戒機の機体は川崎重工業が主体となって開発製造をしているんだけど、各部分においては三菱重工業が中胴と後胴を担当し、主翼と垂直尾翼は SUBARU が担当しているほか、その他の一部を日本飛行機が担当するなど、
自衛隊の防衛装備品製造に関する企業が団結して共同開発した集大成となっているよ。しかも4機のエンジンには IHI が開発製造しているターボファンエンジン XF70 が採用され、またアビオニクスにおいては操縦系統と各種センサー類や精密電子機器との間における互いの干渉を避けるため、光ファイバーを使用したフライバイライト通称 FBL 方式が採用されたぜ。この FBL の採用は実用機としての試みが世界初となっていて、このことによって機内配線の軽量化や消費電力の低減も図られたらしい。オートパイロット自動操縦においても、従来の P3C 哨戒機では高度を維持する程度の機能しかなかったが、旅客機並みの自動操縦に加えてトリム操作や当て舵の自動化など、長時間巡航することが多い哨戒機に適した操縦アシスト機能まで大きく進化しているよ。また P1 哨戒機の対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある視脚格納部分の後方に38個装填されているが、その投下用その部位の格納部分には機体内部からの再装填を可能とし、そのうちの一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単かつ即座に投下することができ、こういった部分においても乗員の負担が大幅に軽減されたんだ。そして探知した潜水艦を攻撃する際に使用される兵装に関して、空対艦ミサイル91式空対艦誘導弾及び AGM-84 ハープーンなどを搭載でき、防空用の空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックも主翼下部にある8箇所のハードポイントに搭載可能であるほか、機首の下には爆弾クラがあって対戦爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載できるなど、強力な攻撃能力も持っているため、有事の際にも活躍することは間違いないぜ。これらに加えて、長時間となることが多い対潜哨戒任務における乗員の疲労を少しでも軽減するため、機内には乗員のための休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画というものが確保されており、P3C などでは搭載されている精密機械に電磁波が影響を与えることを理由に、搭載されていなかった電子レンジも設置され、乗員がいつでも温かい弁当などの食事や飲み物を取ることが可能となっているな。ただし、昔から海上自衛隊では食事や休憩は乗員の自席で取る習慣があるため、普段の任務において休憩スペースが利用されることはないらしいよ。さらに P1 哨戒機では、対潜哨戒という主任務の他に災害救助派遣任務にも、運用することができる設備や装備が搭載されており、災害時の急患搬送なども対応可能とし、機首近くにある広いスペースは急患用のストレッチャーを固定できるように設計されており、そこでは同乗した医官などの医療従事者が活動する空間が確保され医療行為が可能となっていて、多目的に使用することも想定されているんだ。確かに量産が始まって間もない P1 哨戒機ではあるが、近年では中国の潜水艦の性能が高まって静粛性も向上しているらしく、情報融合能力を有した戦闘指揮システムにレーダーや光学及び音響センサーの信号処理技術の研究開発が進められていて、常に日本の領海を守るための対潜哨戒能力の向上が図られているからな。防衛装備移転三原則が策定されたことにより、優秀な P1 哨戒機の海外輸出を試みる動きが以前から見られていて、これまで P3C などを導入していて後継機種を探している国を中心に売り込みが実施され、官民共同で海外の航空ショーや見本市などに出展しているんだけど、現時点ではアメリカの P8 との競合に負け続けており、このシードラゴン2024での2年連続優勝という実績がどれほど貢献するかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。先月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は開発中の兵器であるレールガンを艦艇に搭載し、世界で初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していたよ。このレールガンの発射テストの実施にあたって防衛装備庁は、その実施場所海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、
大方の予想通り試験艦のアスカであることが判明したぜ。今回はそんな世界初の洋上からのレールガンの発射テストに成功した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊の試験艦であるアスカは現状では同隊が唯一保有運用している。その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことからレールガンのテストでも使用されたものと予想されていたんだ。くしくもその予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだけど、個人的にはかなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が、不可思議に感じられたよ。そこには防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどであっさりと試験艦アスカであることを認めた真意は正直よくわからないよな。ただし防衛装備庁は、今回の試験艦アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは伏せたままの状態だぜ。これまで防衛装備庁が陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていたね。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用にさらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされて入るけど、こちらは現時点では明かされていないみたい。そうした情報の取得の意図を防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めているんだ。そのため具体的な今回のレールガンの使用はまだ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいないぜ。さて今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦アスカなんだけど、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に寄港、翌1994年6月に浸水、さらにその翌年の1995年3月に就役と艦齢はすでに29年目に到達しているよ。海上自衛隊の試験艦アスカは同型艦は建造されていないただ一隻の艦艇だけど、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル。全幅は 17.3 メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備える COGLAG 方式を採用していたんだ。この試験艦アスカに搭載された COGLAG 方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発させ、これによって最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、かなり強力な仕様だと感じられるね。この機関構成自体も試験艦アスカではテストのために海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は発電機は他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには対策が施されたのだろう。試験艦アスカでも艦尾には多くの護衛艦と同様に回転翼機用の飛行甲板が装備されており、SH-60J などの回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されているらしい。1995年3月に就役を開始した時点での試験艦アスカは、当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同群が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されているぜ。試験艦アスカは、ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、
全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっているな。ただし村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える COGAG 方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発射せ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させているよ。さて試験艦アスカに話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述した COGLAG 方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施しているね。その後も試験艦朝日では海上自衛隊の C4I システムであるの OI90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から運用可能な新型の7式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷1蓋式魚雷等の対潜兵装のテストに従事したんだ。また近年では陸上自衛隊が装備する1蓋式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしているぜ。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り今回のレールガンにおいても真っ先にテストに使用されるであろうことは多くの関係者に予期されていたと思われるな。防衛装備庁では今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として、実用化を急ぐ観点から行ったものであるとコメントしているよ。レールガンはご存知の通り従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭弾丸を削薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的にはかなりの高初速でその発射が可能となるんだ。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが世界最強の軍事予算とそれに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である電磁式カタパルトの開発に従事しているゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできたよ。この取り組みの結果、2010年にはアメリカ海軍は BAE システムズ社を中心としたレールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾弾丸を 33MJ の運動エネルギーで発射することに成功しているぜ。このテスト結果を踏まえた上でアメリカ海軍は2020年の実用化を目指し、最大射程距離でおよそ 160km を目標に毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていたな。しかしこのレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも 25MJ の電力が必要となり、現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰でわずか3隻の建造に止まったズムボルト級しか存在しなかったんだよね。当時もそして2023年現在もアメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ9メガジュールほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じるんだ。この電力供給量を既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え弾頭弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められたぜ。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまったってわけだ。アメリカ軍としては既存の艦艇の主力兵装であるマーク 41VLS から運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が、圧倒的に汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は中止された形となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。西之表市の選挙が始まり、K
結果によっては馬毛島の基地計画にも影響を与えると見られているよ。中国の脅威を考えると待ったなしの案件だし、今更反対なんてつべこべ言わせず、さっさと進めろという過激な意見もあるようだな。さて今回は馬毛島基地計画の反対派や賛成派について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年8月6日、防衛省がアメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市にある、馬毛島に整備する港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になったよ。これまで公表していた滑走路や島内施設に加え、出雲型護衛艦などが入港できる仮設桟橋3本などがある、大規模艦船経由施設の建設が新たに加えられていたためだね。この馬毛島は種ヶ島の西方 12km にあり面積 8.2km2、周囲 16.5km の低地で平らな無人島ですが、2005年平成17年の国勢調査によると、タストンエアポート社という企業当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっているんだ。その後、2007年頃からアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP フィールドカーリアーランディングプラクティスの候補地として上がるようになったな。そして2010年、防衛省は馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定し、滑走路整備による航空基地としてだけでなく、上陸演習場事前集積拠点としての利用、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種ヶ島などで地元説明会を開催したぜ。聞くところによれば、2011年平成23年には馬毛島開発のオーナー問題やタストンエアポート社による滑走路建設などの事業が原因で様々なトラブルが発生していたんだけど、日本政府が間に入って、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年平成30年には防衛省が馬毛島を海上航空用自衛隊の拠点として活用する方針を発表したんだ。この間、東日本大震災という最大の天災や民主党から再び、自民党へ政権交代があったが、この件については問題なく継続していたということだな。2プラス2の方針では出雲型護衛艦に艦載する予定で宮崎県のニュータバル基地に配備される、F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用し、さらに海上自衛隊鹿屋基地の P-3C や航空自衛隊ニュータバル基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている、F-15J を有事に分散配備する先として利用することなどが盛り込まれていたよ。住民からすれば騒音計画とも言えるようなものだったわけだ。防衛省は当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、航空自衛隊の F-15J 戦闘機を使用して FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を2021年5月に行って、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明も実施したんだけど、住民の多くを占める高齢者の方々がその内容を理解したとは到底思えないんだよね。種ヶ島の西之表市では2021年1月の市長選挙で基地整備に反対する矢板氏がわずか144票差で当選したよ。今後の馬毛島基地計画の推進を懸念する声が上がったんだけど、西之表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しているから、この先については、市長と反対派の市議 VS 推進派の動きが注目されるところだろうね。すでに種ヶ島島内の3市町村の中で、中種町と南種町は町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているぜ。現在防衛省では陸海空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案し、150から200名の隊員を常駐させる予定になっているらしい。そのため種ヶ島に宿舎を建設して、家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種ヶ島の宿舎から定期船などで通勤することになるみたい。この移設によって過疎化が進む種ヶ島2000人近い若い世代の人口が増えると見込まれるんだって。それは地域の活性化には望ましいことだし、基
地や宿舎で消費される食料品や生活必需品は地元で購入することになるはずだから、島内経済の活性化にも大きく貢献すると期待する意見があるよ。そういったことを判断して、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると見る向きが多いのは当然かもしれないな。2021年8月6日に防衛省が発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋などの艦船の係留施設設置計画が記載されていることだな。これによって19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲型護衛艦の接岸入港が可能になるものとみられるよ。その係留施設は桟橋の他に、防波堤や小波堤が建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には、必要不可欠なのだが、これらが沖合1300メートルまで延長されるということに漁業への影響が懸念されるわけだ。工事資材などの運び込みのために3本の仮設桟橋が設置される予定で、内訳は500メートル級が1本、700メートル級が2本ですが、これらは当然ながら工事終了後に撤去される予定だぜ。イメージ図には他にも滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などの飛行場支援施設、訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなど以外にも、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されていて、万が一の有事にもいつでも対応可能というくらい整っているという人もいるらしい。冒頭でも述べた通り、馬毛島はもともとアメリカ海軍空母の FCLP が行われる施設として利用する目的の場所だったんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しているんだけど、その間艦載機パイロットは空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP の実施が義務付けられているみたい。平時の場合、年に1回または2回の訓練を5月か8月に実施しているようだな。FCLP について説明すると、空母出航直前に集中して実行するもので、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練だね。ネックになるので夜間離着陸訓練 NLP で騒音問題が発生しているんだ。当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地としていたため、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状ってわけだ。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは 1000km もの距離があり、アメリカ海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念からアメリカ側は不満を持っていて、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に、移転してからもこの近辺での FCLP 実施を要望していたということらしい。距離の問題だけでなく、硫黄島には現在も活火山があるので地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかるんだよね。だからこそアメリカ海軍は岩国基地より近い馬毛島での FCLP を期待しているわけ。馬毛島の面積の 99.6% はすでに国が購入済みのようで、残りわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているぜ。この私有地を焼いた西之表市長などの反対派が拠り所にしているし、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして自衛隊施設建設を拒絶すると思われるな。しかし、基地賛成派からすれば、種が島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の意を表しているから、この反対は大きな障害にはならないだろうと見ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。